久保さんいやまさかのベタ褒めですねありがとうございますまあでもねあの今回のまあいただいたご意見からですね僕があのテーマとしてはうーん,なんだろうな情報は腐らないっていう情報は腐らないうーんかなタイトル まあ、僕がこの前話した、その小学校のいじめの問題って、僕、今年で37になりますけども、小学校6年生って何歳ですかね <laughs> ちょっと待って。小学校6年生って何歳ですかね小学、小、小学生6年。何歳か。Google に聞いてみましょう。 小学生6年生は11歳または12歳です。Google さんがすぐ回答してくれますね。小学6年生は11歳または12歳。すごいな。ピピって出してくれてますね。だじゃあ、仮に12歳だと仮定した場合、あ、11歳。十一歳でもいいですかね。まあ、今年37になるんで、じゃあ12歳で引いて、計算しいいですか。計算機。37-12。37-12。37 25年前ですね。あ、じゃあ25年、25年前の情報でも腐らない。すごくないですか例えばこれね、あの、最近その僕、アマゾンプライムビデオっていうのをね、まあ、ちょいちょい見たりとかしてるんですけど、例えば、あ間ま山荘事件とかね。 アサマ山荘事件って古いじゃないですか。でも映画化になった後、あとドキュメンタリーの結構やられたりとかしてますけども、じゃそれって過去の、うん、話を映像コンテンツにして届けてるじゃないですか。だかつまり情報自体は過去に起こったことなんですよ。で、それをやってるわけですよね。だから、その情報が面白い話だったり、感動する話だったり、強烈な話だったり、インパクトがある話だったりとかしたら、あの、その情報って腐らないんですよ。 だ、うん、からこの情報コンテンツを扱うっていうのはいくらでも自分の経験上からこんなことあったよねとかあこういうことあったよねとか例えば友達と何か話す時とかもあそうそうそう懐かしいねとか例えばそのなんだ久保さんもそのレビューでその、えー、そのなんだ漫画本ですよね昔の僕世代間違うんであれですけどあのそれ話しましたけどじゃあその話って その世代間が同じの人だったら「あくぼさんその本を僕も見てた」っていう「懐かしいね」ってなるわけですよ。でテレビ番組とかも構成してるものって例えば歌,の歌番組とかも昔の人が出てきたりとかねあとその例えば平成から令和に切り替える時に平成の名曲みたいな感じでめっちゃ流れたりとかね昭和の名曲とか,だか昭和の情報も令和でも生きるわけですよ。てか逆に令和で昭和聞きたいみたいなねとか。 だから、YouTube 上で美空ひばりさんだったりとか、他の,その昔の生きてきたあ有名な人の、僕が好きなのは、酒と女となんちゃらっていうやつが好きなんですけど、それね、再生回数が YouTube で、すごいんですよ。何年前のどあ歌やねんっていう、酒と、酒と、酒と、これちょっとな、あの、かわし、 漢字読めねえなこの人の歌僕好きなんですけどねあのこれは一人一人飲みする時めっちゃいいっすよそう一人飲みする時めっちゃいいんですけどそうはいうんとこれ名前何て言うのかなあの酒と酒とこのね漢字何て読むんだろうなすいませんね漢字この難しい漢字よく分かんねえなこれ。 川島英吾さん。川島英吾さんっていう方ですね。川島英吾さんの酒となんちゃらです。それが今再生回数が、あ、ちょっと待って。再生回数が1389万回です。1389万回ですよ。やばないですか これで千千万回回ってますよね、これね僕が初めて見つけた時にこんな再生されてなかったような気がするんですけど、やっぱ今 YouTube 見てる人がやっぱ圧倒的にシニア層も増えてきたっていう証拠ですよね。うん、昔はこんな再生されてなかったんですけどね。だからその昔のその,の YouTube にはね、その思い出も詰まってるんですよ。昔の過去の思い出も。でもその過去の思い出とか過去の話っていうのは今までテレビ番組でしか報道されなかったんですよ。 でも今 YouTube で検索したら、あ懐かしいみたいな、その話みたいになるわけですよ。だから自分の思い出話とか、例えば僕ビックリマンチョコをめっちゃ集めてたんですけど、多分ビックリマンのね話しても、ああ、超面白いねみたいになると思いますし、ミニ四駆とかね、僕ミニ四駆やってたんで、はい。だそういうね、昔やったことも、 なんかはすごく生きるんじゃないかなと思いますし、あともので言うならば、例えば、あの、ビックリマンカードも、多分プレミアだと、多分値段超高かったりとかすると思うんですよ、今だ昔のものが、今の貨幣価値で、値段、昔30円で書いてあるんですよ。30円の、三十円のチョコシールのおまけですよ。で、それがな1000円とか2000円とか何万するやつも出てきてるわけですよ。 昔のね、30円のものが上がったりとかするわけじゃないですか。ものも昔であっても価値が上がったりするわけですよ。ものによってはね。だから情報にもそうなんです。情報によっても昔のものが今生きるんですよ。わかりますでも物だと腐ったりするじゃないですか。シールは腐らないですけどね。うん。シールは腐らないから劣化するか。劣化しますよね。ちゃんと保管しとかないと。ね。うん。だから情報を扱うっていうのはまじ最強ですマまじ最強。 だから、まあ、ここでお伝えしたいのはですね、まあ、情報をしっかりと扱う。で、その無限にその情報が発信できる、ブログでも YouTube でも結局流してる情報、流したものは情報ですから、情報マイスターになるってことですね。そう。だから、すべての、すべてを価値転換する、え情報、あその形にして、YouTube、動画っていう形にして伝えるのか、ブログっていう形にして伝えるのか、Twitter でつぶやいて形にするのか、写真にして伝えるのかっていう。 こう伝え方はいろいろあるので、まあ動画が一番簡単ですし、アクセスがやっぱ来やすいっていうのがあるんで、ビジネスでやるんだったら、YouTube で情報を発信するっていうのが最強ですね。これ以外、最強のもの見当たらないです。マジで。だって25年前の話でも、人に感動を与えることができるわけですよ。すごくないですか じゃあこれね、30年後、40年後、今の僕の小学校のストーリーを話しても、誰か一人何か感じてもらうことができると思いますし、多分世の中でいじめってなくならないと思うんで、俺がな、若い時はな、と。で、60歳になってもこの話使えるわけ,わけですよ。だって僕、一緒、だって25年前ですけど、昨日のことのように覚えてますからね。だって実際いじめ受けて、めっちゃきつかったんで。だから昨日のことのように覚えてるんですよ。だからもう映画作れんじゃないかな、みたいな。 本当にもう鮮明に思い出出てますよ。鮮明に。昨日、昨日あったことのように本当僕の記憶の中に入ってるんで、映像もフラッシュバックできますよ。だから <laughs>、いくらでも話せます。まあ僕の脳、脳死とかね、脳が死ななければ多分いけると思います。すごくないですかこれって。まあ自分が、だから、なんか会社で起こった事件とか、こんなことあったねとかね。そう。なんかいろいろなんかその、 面白い話って探せば面白い話じゃなくてもいいんですけどなんかふとしたことでもなんか共感を得たりとかなんだろうな色々できると思うんでまあとにかく発信しようぜって話ですねこれが最強ですはいということで久保さんの動画どうぞ吉江さんこんばんはいつもメッセージありがとうございますで今回はですね いじめに対してどのように向き合っていくかっていうことのすごくね学びがある動画でしたね。えー、吉谷さんのそのね、凡事徹底精神っていうのはもうね、その頃からあったんだろうなと。ギブアンドギブ精神っていいますかね、えー。これね、実はね、あのー、かの有名な漫画、ドラえもんの中にも同じような例があるんですよ、えー。いつもジャイアンにいじめられてるのび太が、ドラえもんと、もういつもいじめられてるんだっていうふうに、ドラえもんに相談するんですよ。で、ドラえもんは、 何か道具を出して助けてくれてでジャイアンをやっつけてくれるのかなっていういつものパターンかと思ったらそうではないんですよ今回はドラえもんは道具を出さなかったんですよその代わりこういうことを言いますのび太くんとジャイアンにいじめられるたんびに逃げ返ってきたりとか仕返しをすることを考えるんじゃなくて嫌なことをされるたんびに親切にしてやったらどうだろうっていうねでそれを見たときに私も何を考えてるんだドラえもんはっていうふうにね小学生の私は思うわけですよ そしてのび太くんも、ええー、なんで嫌なことされたら親切なことするんだよ、みたいな言うわけなんですよ。でもドラえもんはちゃんとね、その後のオチを考えてくれてるんですよ。それはですね、やっぱり嫌なことをしてるのに、 帰ってきたのがいいことだったらさすがにね、罪の意識をいじめっ子は感じるんじゃないかってことだったんですよねそれと全くね、同じようなことを吉田さんがすでにされてたということでねまあ、結構今回のお話はね小学校6年生のそのいじめっ子の親玉がごめんねって言ったこと、和解したことこれは感動に値するかなと思いましたね 吉谷さんにしてはなんか感動話ってあんまり出てこないんですけども今回結構感動だったかなと思いますよね <laughs> まあまあまあ本当にねまあ人はね感動してあの新しいモチベーション出してますから吉谷さんも当然ね、あのー、感動する話っていうのは結構あると思うんですけども今回の本当に良かったなと思います、えー、だからね捉え方なんですよね捉え方、うん、ある人がねこんな記事を書いてました今ね新型うつってあるらしいんですよそれはなんか重大な課題を押し付けられたら そう鬱っぽくなってその場を回避するみたいなそういうふうなね、えー、新しい鬱病の形らしいんですけどもそれを見たあるね鬱病を経験された方が「こんなね新型鬱なんて出てきたら本当に苦しんでる俺たちが誤解される」みたいなことを言ってるわけなんですよ。でも待てよとあの形がが変わったから自分だけが 被害者じゃななくて捉え方なんですよねそういう風な方も新しいうつ病という形でね悩まれているんだなという風に愛情を向ければ仲間なんだなと思えるはずなんですけども仲間っていうかねい弱いところを持った仲間悩んでる仲間って思えるはずなんだけどもいやいや自分だけがうつ病なんだよとお前は違うだろうとお前偽物のうつだっていう風にすでにねもう攻撃が始まってるわけなんですよね。それとか私地元広島は カープファンが多いんですけどもカープファンの中でも結構幅あってですね俺が本当のカープファンだあいつはエセだとカープ女子はインチキだと本当はカープのことが分かってないのに流行りに乗って私もカープ女子ですとか言って人気を集めようとしてるんだとかねそういう風に自分以外の概念を認めないんですようんだからこういう風になっていっちゃうのは非常にね 寂しいしそういう人がビジネスでお金で成功してるわけないっていうのはまさにその通りであ、私が今回ね吉田さんの話を聞いてプラス他の例をね今お話したの他の例を考えて思うのはやっぱり自己否定かなと思います自分が強く思ってることっていうのが一番厄介なんだとそれは人のことを排除して否定していることにすぐつながるからまずはですね自分のことをもう確信すればするほどこの確信は思い込みなんじゃないかなっていうふうに やっぱり考え直すことを俯瞰してみることによってですね必ず他の人の主張を受け入れる余地を作っておかないとなとそして他の人がね自分と意にそぐわない意見であったり全く違うルートを通っていてもそれはそれで認めていかないといじめの始まりだよってことなんですよ。で吉谷さんの話に戻しますとなんかイケメンのね、あのー、会長候補児童会長候補と吉谷さんが、まあ、自分では冴えない っっってていいう風にに評価してらっしらゃいますすけけどもやっぱり一定の人に人気があるわけなんですよだから当選したわけなのにあの表面でねこっちの方が人気があるよっていう風に思ってた人が落選して吉田さんが客観的に見たら吉田さんが通るわけないと思われたのが通っちゃったみたいなことによってね人の気持ちってどういうことかっていうとあいつのせいでこの人が落ちたあいつのせいで自分の好きなこっちの人が駄目になっちゃったっていうのが怒りに変わるってことなんですよ。 やっぱり一人ひ人が思うのは選ばれた人っていうのは選ばれる理由があるそして選ばれなかった人っていうのはそれなりにやっぱりね、えー、至らないところがあったというふうに素直に認めることなのかなと思います。で今回の動画のまとめですけども今自分にですねお金が集まんないとかねそれから自分の発信によって人が集まってこないとか信頼関係をつくるのが下手だとか友達ができにくいとか人間関係つくるのが下手っていうのは全部これあなたのせいだよってことなんですよ。あなたが 友達になりたいような人柄がなかったり信頼されるような人脈と思っていただけなければあなたはずっとポツンと一人ということなんですよね。そしてお金が集まらないってことはお金を集める能力がないんですよあなたに。世の中が不幸で世の中が不況でお金が集まってないんじゃないんですよ。バブルの時代になっても必ずあなたにはお金が入ってないですね。 どんなないいい時代ででもお金入ってこないですそのいい例があまあ今回ねこの動画見てる人が誰か分かりませんけどもあの ICO のバブルとかね暗号通貨が流行ってた時期ありますよね今またね流行り始めようとしてますけどもじゃあ暗号通貨とか ICO のバブルの時に儲けれなかった人って何かっていうと見極めのできない人だったんですよ、うん。お金を投じてもそれがなくなるってことに気づかずに投じちゃった人がバブルの中でお金を失うとうこれがね大多数の人なんですよ。 でも、バブルの時に本当にバブルを掴んだ方、黄金を掴んだ方っていうのは、きちんと自分のやることを認識して、他の人に巻き込まれなかった人なんですよね。だから、ICO が流行って、ICO がバブルだなと思ったら、ICO には手を出さないと。ICO を気をつけろっていうようなね、情報を提供することで、多くの信頼と資金を残せたんではないかなというふうに考えています。で、今回の動画は以上です。本当にいい話だったんで、ちょっと長くなっちゃいましたけどね、吉谷さん、本当に素晴らしいと思います。はい、これからもよろしくお願いします。